の魚屋月の健吾です。よろしくお願いします。さあ、私あの築地の健吾と申しまして、私あの魚屋をやりながらあの芸人をやってるあのものでございます。芸歴がですね、2006年、6月から、魚屋が、2003年、6月からで、若干あの魚屋歴の方が長いタイプ の、 あの芸人でございます。そしてこの度 YouTube チャンネルを開設することになりました。やったー。さあこのチャンネルではですね、あのまず魚屋ならではのあの魚の卸し方とか、あの魚屋ならではの魚の目利きのやり方とか保存方法とか、まあそういったことをですね、まあ魚中心にあのやっていこうかと思っております。今回のテーマは魚屋が教える魚の卸し方のコツ。皆さん、あの魚をおろした時ってあのボロボロになってしまったりすることってありませんか？私たち魚はですね、あのなるべく魚を傷めないおろし方をするんで、そういう風になってしまう人はあの僕のおろし方だったりをあのちょっと参考にしてもらって、あの綺麗におろしたり、なるべく保存が効く方法でちょっと切ってみますんで、参考にしてみてください。まず一つ目、鮮度のいい魚を選ぶ。鮮度のいい魚はですね、身が締まってもう死後硬直と氷で締められているの、身がギュッとあの固まってます。でこれが日が経って鮮度が落ちてくると、もうぐたっと柔らかくなっちゃうんですよね。なので柔らかいものは選ばないようにしてください。身が締まってる魚、その魚を選ぶコツはお腹です。お腹を触ってみてください。鮮度のいい魚の選び方、今日はまずはタイでやっていきたいと思います。まず魚の鮮度の選び方ですね。まあここお腹をですね、少し触ってみるとですね、もうしっかりもう押しても沈まないのが分かりますね。この身が引き締まってて鮮度がいい証拠です。逆に鮮度が悪いものだと触るとやっぱこうグッてブニョンってお腹が沈んじゃうんですよね。もう本当、まあこれでもまだ全然そこまで鮮度は悪くないんですけど、もう悪いものはもうお腹がもう破けたりとか、もうなんか出てきたりとか、もうそういうやつはもう本当に鮮度が落ちてる証拠なんで、そういうのは選ばないでください。まああとは目がこう盛り上がってるやつ、鮮度が悪くなってくると目がどんどん沈んでいっちゃうんで、目がこうやって盛り上がってるやつの方が鮮度はいいです。以上のことを踏まえて魚を選んでみましょう。それは魚をあまり触らない。魚っていうのはあの10度ちょっと の、 あの海水の中で生きてるので、もう人間の体温っていうのは熱すぎるんですよ。もうそれで何回も触っちゃうと、もうそれだけでも身はぐずぐずになる。もう魚に対してはもうね、やけどしちゃうような熱さなんですよ、我々の体温っていうのは。だからなるべく触らない。これを踏まえて実際に魚を下ろしてみます。普通いつもやってるぐらいな感じで下ろしてみます。
です。ちょっとさっきの言い訳していい？はい。ちょっと緊張してゆっくり下ろしながら若干失敗した。次はゆっくり下ろし方を解説したいと思います。まずはですね、水洗いですね。鱗取ってお腹取って綺麗にするだけのところなんですけど、まずはここを手早くやんないと身が柔らかくなっちゃうんで、もう手早くやりましょう。それではやっていきます。まあ、鱗をですね、落とすんですけど、まあ、包丁が入るこの際のところはしっかり取ってしまう。ね。もうさっきは言ってなかったけど、この明石の鯛、これすげえ魚いい。こんな太りからしてる魚、やっぱそうそうないですよ。あ、いいですね、本当に本体。で、鱗を取りました。で、次出歯で下ろすんですけどね、まずまっすぐ下ろすのに身をできるだけ大きく取りたい場合はこう斜めに入れて落とします。まあ、切り身をきれいにしたい場合はここからまっすぐ入れるんですけど、今日は身を大きく取り方をやります。まずハスに入れちゃいます。で、ひっくり返してもう一回ハスに入れて、で、ここで戻してきたところで頭を落とします。おっと、で、頭割りますね。まあ、これはもう別でちょっと解説してもいいと思うんですけど、タイの頭の割り方、まず入れて先まで落とす。で、それでこういう動きで頭を割っちゃう。そうすると綺麗に割れるんで、まあ初めて、いや、あんまりやったことない方は布巾とかで手を守りながらやった方がちょっと怪我しちゃうかもしれないで、まあ半分に割っちゃう。で、お腹を包丁入れて、で、包丁でこうやって出してあげる。で、こう血合いのところがあるんで、ここを残しちゃうと後で右に血が入っちゃうんで、ここを1、2と、ね、ここで包丁入れてあげて、後で洗いやすくしちゃう。で、まあ、どこにもある歯ブラシで、こういうのでこの身のところの血合いのところをきれいにします。水を当ててかき出す。こんな感じで内臓をきれいにしてあげる。で、頭の方は、まあ、下ろすのは関係ないけど、エラをここでこっちときれいに抜いてあげて、あとはたわしとかでこうきれいにして一枚のところ切る。で、ここまでが水洗いですね。はい、で、ここから3枚におろしていくわけなんですけど、まずここで最初にあるコツがあります。それは包丁を鋭角に入れる。皆さんね、こう中骨がこうあって、こう なるべくこの中骨に対してこう平らに平らにっていうふうにやると思うんですけど、そうするとですね、まず中骨ってヒレのところでちょっとね、厚い部分があるんですよ。だからそこにまずはもう極端に言うと、もう縦にこう包丁を入れてあげる。そうして骨に到達した後で平らに骨に滑らすようにして3枚に下ろす。で、そうすると中骨に美味しい身がなるべくくっつかないような感じでおろせるようになります。だから、ここから3枚おろしていくわけですけど、まずはこう1頭目、皆さんこういうふうに骨に沿って平らにこういうふうに1頭目を入れるっていうイメージがあるんですけど、そうじゃなくてちょっともう本当こういうふうにこのくらい起こして、で、それでこう1頭目入れてある。そうするともう1頭目でも骨に近づいてるんで、そこからはもう平らにこういうふうに骨に舐める感じで下ろしてあげる。じゃあさっきみたいな感じで1頭目で、なるべく指先だけで魚を触らずにこう落としてやる。で、これで骨のところにもう包丁がいってるんで、あとはもう、で、こういう時に魚をめくらない、包丁入れるからっつってこうめくりながらやると、その分魚が傷んじゃうんで、めくらずにもう入れてやる。
これでもうおろしてます。でこっちも一緒、こっちの方もこう平らに入れるんじゃなく、こう平らにね、じゃなくてちょっと起こした状態で1投目を入れてあげる。でその状態から包丁を入れる。でこの状態から平らに中骨を沿っていく感じで入れてあげる。こういうふうに魚をめくらないように。でこの状態で尻尾のところから入れて、でこのこっからですね。でこのまんま平らにこういくんじゃなくて、背の方の骨にを意識しながら、こっから骨から外してあげる。こんな感じですね。逆側もやってみましょう。じゃあ反対側も、まあ同じようにこうね、この今ちょうどこれ、この方が分かりやすいね。このまな板に対して平行に下ろしていくんじゃ、平行に入れるんじゃなくて、このぐらい立ててから1投目を入れます。でその状態で今度はもう今骨とまな板平らになってるんで、もうこの角度ですね、この角度でいいんで、こっから入れてあげ、あおつつ、ここから今この骨とここまで入れてあげる。でこっちも一緒、この状態じゃなくてこの角度で1投目を入れてあげる。でそのまま平らに入れてあげて、でこっちからで今度もこのまま平ら、まあここは結構平らになってるんですけど、平らに入れちゃうと魚の重さで身がねこう重なっちゃうんで、そのせっかく切ったところもう一度えぐって切っちゃう可能性があるんで、角度的にはこうちょっと起こしてあげて、この背の方を意識する、背の方の身を意識しながら入れてやる。でここをここまで長く入れちゃうと包丁がね、ここについちゃって角度が甘くなっちゃうんで、少し先に入れて、先の方に入れて骨を外してあげる。おっと、でこういう感じですね。こういう感じでだとほら骨にもう身があんまり残ってない感じ。並べてみましょうか。これさっきの中骨、うん、今回の動画はこれで以上となります。まあ僕もちょっと初めてだったんで、ちょっと緊張して、あの魚のロストとかもちょっとまあ正直あの自分じゃ納得いかないところが
多々ありましたけど、まあ次回からは、肩の力を抜いていきたいと思います。まあ、今回はあの魚の基本的なおろし方っていう感じだったんですけど、まあこれから先はいろいろな魚のおろし方だったり、魚の鮮度の見分け方だったり、そういったのもいろいろやっていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はここまで。毎度ありがとうございました。